エビリンチャンネル。皆さんこんにちは、愛の妖精エビリンがお送りする今日は毒舌エビリンフィーム。はい、ということで今日の話題はエクソソームです。あれ、私このチャンネルで何度か皆さんにお伝えしてたと思いますし、そして、エクソソームの話題をお伝えするときには、いつもあんまりポジティブな情報ではなかったかと思います。で、このエクソソームっていうワードなんですけれども、美容医療とかが好きな方、もしくは美容が好きな方だったら、だいたい数年ぐらい前からよく耳にするようになっていたんじゃないのかなと思います。で、エクソソームそれって何って思ってる方もいるとは思うんですけれども、インフルエンサーさんとかがうわーってすごく最新の美容医療としてやってますみたいなのをあげたことによって、私それやってみたいとかやりましたっていう方もいたんじゃないんでしょうか。でですね、私はそこに対してはあんまりポジティブなことは言っていなかったんですけれども、先日厚生労働省からこのような通達が出されましたということで、こちらにポンと出していると思うんですけども、それを読んでいこうと思います。まとめるとですね、エクソソームに関して現時点で使用されるエクソソーム等で諸外国を含め、日本だけじゃないです、諸外国を含め有効性安全性が示され薬事承認を得て製造販売されている医薬品はありませんとはっきりと書かれています。ということで、簡単に言えばエクソソームというものを使ってますよという点滴が一番よくされていたんじゃないのかなと思うんですけれども、その点滴なので皆さんは当然医薬品だと思ってるかもしれないですけれども、この点滴に入っているエクソソームとやらできちんと厚生労働省も認めるような承認が得られているものはありません、そして有効性安全性が証明されているものもありませんと厚生労働省がはっきりと注意の通達を出しました。ということで、エクソソーム等を用いる医療について、私は前々からこんなようなことはお伝えしてたと思うんですけれども、とうとうしびれを切らした厚生労働省さんが通達を出したということで、ちゃんと皆さんにもそれは知っていただきたいなと思っております。改めてエクソソームってどんなものですか？はい、エクソソームというのはすごく広い世界でいうと細胞が出す小胞体という粒になります。で、この細胞っていうのの元の細胞は何だって実は広い意味だったらいいんですけれども、我々美容医療の世界では幹細胞を培養した時の幹細胞から出てくる小胞体をエクソソームというふうに呼んでいることが多いんじゃないんでしょうか。で、このエクソソームの中にはさまざまな成長因子とかサイトカインというものが含まれているんじゃないかと言われていて、これによって美肌とか美容とか健康若返りに効果があるんではないかということで、近年非常に研究はたくさんされている分野になります。先生は今回の件についてどう思いますか？はい、X にいっぱい書いてあったと思うんですが、改めて教えてください。はい、まずエクソソームというものに関して、私は将来的にこれが人類にとって役に立つとか医学にとって役に立つっていうふうな将来は否定していないんですよね。で、エクソソームというものはおそらくいい働きを持っているものなんじゃないかなとは思っています。ただし、私があまりポジティブな発言をしていない理由は、2024年の今はまだ我々の医学とか技術っていうのがこのエクソソームの良さというのを活かせるほどに追いつけてないということなんですよね。だから、まずエクソソームというものがどんないい働きがあるのか、それとももしかしたら悪い働きだってあるのかもしれないっていうことが研究され尽くしていないんですよね。だから今現在進行形で研究はしている、多分いいものなのかもしれないけどまだ分かりきってない、これがエクソソームです。そしてこのエクソソームが仮にいいものだったとして、それを医薬品として利用したいなと思った時に、このエクソソームというのを安全な形で抽出して、それを製品化して正しく皆さんの例えば点滴の中に入れられる状態までまだ技術が追いついていないというのが2つ目。そして3つ目、エクソソームというのは
本当にエクソソームを抽出しようとしたらものすごくお金がかかります。なのでものすごく高い治療になるんですよね。だから皆さんのお手頃な価格で受けられるエクソソームっていうのはありえないはずだし、もしちゃんとエクソソーム製剤を体の中に点滴しようと思ったら莫大なお金がかかります。でも私自身はそこまでのお金をかけるんだったら従来の普通の美容医療を受けた方が正直コスパはいいんじゃないのかなと思っているので、2024年の現在エクソソームというものを過度に信じて点滴をするっていうことは私自身はまだそれは反対の立場にいます。で、私自身はですね、ただエクソソームを何も知らないのに否定するわけじゃなくって、やっぱりこのエクソソームというものが流行った頃から勉強を始めました。で、なんでかっていうのは、もしそれが本当にいいものだったら当然私がいつも見ている患者さんたちにもご紹介したいかと思ったからなんですよね。だから私自身は、エクソソームを研究している大学にも行ったし、ラボにも行ったし、それからエクソソームを販売している会社の方にも会ったし、まあ私なりに、まあ、全ての人じゃないけれどもいろいろな人の意見を聞いたりしてきましたし、あとは論文を読んだりということもしてきました。でね、そういう中で皆さんって思うかもしれないんですけれども、先ほど厚生労働省の通達で医薬品として承認されたものはないって言ってたと思うんですけれども、私もとあるメーカーさんと面会した時にびっくりしたのは、我々が売ってるのは化粧品としてのエクソソームですって言われたんですよね。でも私は知ってるわけですよ。そこのメーカーさんから買ったクリニックがみんな点滴していること、だからメーカーは我々が売ってるのはあくまで化粧品のエクソソームです、我々そんな点滴されることを想定してません、知りませんっていう体を取ってクリニックに販売して、クリニックが点滴してるのはもちろん知ってるんですけど、それは私たちが言ってる正しい使用法じゃないのを勝手にクリニックさんがやってるからですっていうようなポジションを取っているんですよね。多分エクソソームを注射してるとか点滴しているクリニックの多くがエクソソームがどんなものか勉強した上で、これが医薬品ではないということも知ってそれで打ってるとかじゃなくて、ただの勉強不足で打ってるんじゃないのかなと思っています。ということでですね、エクソソーム界隈っていうのは本当に金ドブ界隈だと思っています。まず安いエクソソームって使ってるものには、これですね、エクソソームのマーカーっていうのがあるんですけれども、エクソソームマーカーで調べるとエクソソームが全く入っていないっていうことが実は証明されているデータがありますので、安価なエクソソームっていうのはそもそもエクソソームですらないっていうことがあります。そして高額なエクソソームであったとしても、厚生労働省が言っているように有効性安全性が証明された医薬品は存在しないんですよね、2024年の時点ではです。なので皆さんは高額なお金を払ってよくわからないものにお金を払うということになってしまいます。なので私はこのエクソソーム界隈は金ドブ界隈だと思っていますし、こういう分野っていうのはお金持ちとか意識が高い人とか、なんか自分は特別な人間だから最先端の情報にアクセスできていると思っている人をターゲットにした情弱ビジネスだと思っていますので、気をつけてください。このニュース含めて新しい施術を受ける際に気をつけた方がいいポイントとかってありますか？はい、1つ目、インフルエンサーさんは医療のプロではありません。なので医療のプロではないインフルエンサーさんのアドバイスを受けて自分が試すのはメイクとかファッションまでにしておきましょう。そして2つ目、美容医療業界で働いている女性医師たちを参考にするといいと思います。女性医師たちっていうのはやはり美容医療業界で働いているので、さまざまな情報というのが一般の方よりは早く正確に入ってきます。そして医師であるので医学的知識っていうベースがあるので、やっぱりその情報の真偽っていうのも一般の方よりは正しく判断できることが多いと思うんですよね。この女性医師たちっていうのは基本的に美容が好きな方が多いと思います。美容が好きだからこそ美容医療の業界で医師をやっていて、自分が綺麗になるためにいいと思う治療をやっていることが多いんですよね。だから美容医療の女性医師が自らにやってるものっていうのはいい治療であることが多いです。そしてバズってるように見えて、でも
女性医師全然やってないじゃんとか、やったって言わないじゃんっていうものは、実は女性医師たちがいいものだと思ってないからやってないということがあると思うので、皆さんが参考にする対象をインフルエンサーではなく女性医師たちにした方が正確な判断ができることが多いと思うので、そういうふうに参考にしたらいかがでしょうか。今回はエクソソームに関して取り上げてみましたが、トラブルに巻き込まれてからでは遅いと思っております。新しい施術を行う際にはやっぱりきちんとしたエビデンスがあるのか、歴史があるのかということを確認した方がいいと思うんですよね。ただそういうことは私素人だからわからないよっていう方は、やっぱり新しいものに飛びつかない、長年やられている治療をやるということが大切だと思いますので、皆さん新しいものが必ずいいものとは限りませんので注意をしてください。気になる方は厚生労働省の通達調べれば載っていると思うので、ご一読いただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。